皆様妻にございます。それではこたびも信長の野望大使チェスト島津始めてまいりましょう。さあということで、直江のとんでもイベントで盛大に脱線しましたけれども、まあ沖田縄手の戦いの結果、龍蔵寺松良が我ら島津に従属という風になって、いよいよ九州で残す敵が大友のみになったんですよね。でこの後の島津のイベントなんですけれども、岩屋城の高橋城雲玉砕イベントがあるんで、まあ岩屋城を目指して木付中津ひくま日の熊日の熊か、お志賀近次じゃん。志賀近次もなんかイベントあっても良さそうな気はしますけどね。だってこの人デカグラフィック用意されてるでしょ。しかも超イケメンだしね。だからイベントあっても良さそうなんですけれども、残念ながら見出せなかったんですよね。なのでまあこの辺りの城を奪いながら北上し、高橋城雲は岩屋城に追い詰めるという形にしましょう。じゃあ早速ですが、宣戦布告してしまいますか。息子を切られて切れてましたけどね。さあ毛利が味方ていうか大友もう味方いないからどうしようもないでしょ。よし、じゃあまずはこれでも同時攻撃も多分可能だな。ひとまず木付きに向けて動かしますか。上限2万8000で出てくる予定が1万8000でしょ。だからここに太平をいきなり動かしてしまえば、もうその時点で大友は終わるんじゃなかろうか。じゃあここに2万6500を、いやなんか増えたぞ兵がそうなんだ、なるほど。ここ上限9000、日の熊城なんだけど地名は月熊なの。これ面白いね。キーが9200、あーなるほどね。じゃあ木付きで叩くよりも少数精鋭でもって日の熊に向かった方が良さそうだね。そうしよう。なので目標はここ月熊でいいのかな。日の熊城編成していきましょう。で兵器新速、これ義久と新色の二部隊だけでも大丈夫かな。さすがに無茶かな。岡城の家久も加えていきますか。出す兵は1万2000でどうかな。うん、まあ上等でしょう。出陣するぞ。でさらに中津をつきます。あ、中津に立花宗茂じゃん。中津よりも木付きのがいいかな。木付きは道節が入ってんだ。いや中津にしよう。中津に3部隊1万2000。これ四国から出てんね。そうか、四国から出ちゃってんのか。待てよ、格闘場に上井がいるのか。これ上井をじゃあ移動させるか。上井をじゃあ阿賀城に移動させます。承知いたしました。で軍備も整えましょう。阿賀、そうだね、ゼロにしちゃってっから、またここ6000に戻して、格闘場はゼロでいいでしょ。はあんまり四国の兵使いたくないんですよね。なので上井各兵が阿賀に入ったら即座に出るということにしましょう。さあ浮田と毛利輝元が激突。あ、浮田勝った。剣謀術数の限りを尽くしたね。上井角兵が入りましたね。ではここで、中津がいいかな、木付きがいいかな。中津にしよう。中津に出します。薄木から利久、阿賀田から上井角兵出しましょう。で島津義弘1万2000で持って出ます。中津城へ向かいましょう。これどうなるかだよね。1万7500集まってる予定なんだけど、これどっから集まるんだろう。見物ですね。いきます。さあ日の熊に総林の18400、ここはでも9000同士でぶつかれるんだよね。で木付きに集まってる17500、さあぶつかった、分からずね当然ね。参りましょう。これ大事な戦よ。
まあ、部隊数で大きくこっちが劣ってますけれども、兵数は一緒なんで、つまりそれは一部隊ごとの兵力はこちらの方がでかいということですよね。じゃあ、金と沼でもって、まあ、方位だけ気をつけながら戦っていきましょう。参ります。まず、こちら側の部隊を潰したいよな。うまいこと視界に入ってくれるといいんだけど、どうかな。あ、動いた動いた。いや、結構でかいな。じゃあ家久は側面を狙いましょう。これが沼に、おっと奇襲が入る。沼にかからないんだけど。ちょっと待って、少し引きますか。多分どっかで沼にはかかると思うんだよな。おとり調達、うおー、引っかかる引っかかる引っかかる。でもなんとかかかった。じゃあ家久はこうつつく、新色と義久はおとり調達かからないようにぐんぐん引いていきましょう。あ、捕まったね新色ね。こう強撃食らってる家久、じゃあ引いてこよう。あー引っ張られた新色が、参ったな。そして義久が取りつかれたね。そうか、割られちゃって厳しい戦だったな。ヨシッサは動かないとダメだってこれね、徹底的に。イエシサの強撃がすごく気になる。血が近継ぐをまずは落としてしまいたいな。さあ周華粉塵味方、いや速度アップ、これ大事。さあ壊滅、ニーロが踊り挑発から解けるよね。じゃあイエシサこのまま血が近継ぐをやってしまって、ヨシッサが北に向かう、ニーロも北に向かいましょう。で、ソーリンをやってしまおう。で、血が近づくか壊滅。そしたらイエシサがソーリン取り付けます。これ多分まともにぶつかりゃなんとかなると思うんだけど、いや強いなソーリン。おっ、なんだ防御アップ、奇襲被害低下と橘宗茂の攻撃アップか。じゃあ宗茂にはぶつからないようにしましょう。さあソーリンが不利を悟ってガンガン引いてますね。ここはもう詰めるところでしょう。奈落、そこに奈落、その奈落は痛いな。うわピタッと足が止まったよ。待ってよ、周華粉塵で速度アップ。いやー奈落うめえ。ちょっと AI 罠うまいってやっぱり。そんなとこに仕掛けますみたいなとこに仕掛けたのもんね。うわ背後疲れてるからダメージがすごい。何しやがる壊滅、なぜか壊滅。あ動けるね、ニーロね。よし動こう、始めるぞ。ニーロこう動こう。でよしさまだ命令不可か。いやーさらに奇襲食らった。やりたい、前へ動ける、前へ動ける。よし始めるぞ。イエスさがまだもうちょい、やりたい、前へ。いやこれニーロ壊滅しかないな。始めるぞ。イエスさ動き始めたね。よし総理に向かおう。さあニーロを助けるためにヨシッサが飛び込みます。間にこれでとりあえずニーロへの直接ダメージは防げるよね。ヨシッサがこう動く。もうイエッサはただひたすらに総理を目指します。周華粉塵、鎮西一、これ怖いな。やりたい、前へ。さあ頑張れイエッサ。覚悟せよ、やりたい。ニーロが、ニーロがのろし台を破壊。ただ兵が22だからな。よしよし総理破った。ただひどい被害を受けたな。これこのまま城を落とせるといいけど、果たしてどうなるか。我らに負けても、あそこそこ兵は残ってるね。よしさあどうだ、落ちろ火の熊、落ちろ。ホバックでドン、西牟田、そして、筑紫広門。どちらも80ない。あ、でも、秋月種座ね。統率82だって。へえ、強いね。あとは、あ、長寿院森厚。お主80を超えたか。自己研鑽。見事なる自己研鑽。よ、やるわ。まあ、今回はちょっと、登用はできないけれども、
まあ、長寿院森厚もね、その己の実力でもって見事に首つなげましたよね。やるわ、さすが島津のおの子だわ。武勇はなし、知略はなし。内政で長寿院森厚が解除、外政もなし。それでは、この4人の無能どもの首、落としておきましょうか。チェスト。さあ、落ちるかな？頼む、落ちてくれ。かたじけない。あ、落ちない。強行33日。兵足りるかな、これ。まあ、行きましょう。で、すぐに、こちらの戦も始まるよね。ここも気になるなぁ。まあでも移動するところが、15000か。ここでぶつかれるとすごく良くないなぁ。これ、待てよ。いざ参らん。この別府の地で、睨み合いに持っていきましょう。進め。そうするとまあ、そうなるよ、当然ね。動き変わったね、今ね。それを逆手に取りたいな。で、商人で、あ、支持保有部署いいんじゃん。よしひろ。これなんて読むの？質と作り毛なんかな？いやでも、能力上がるんだったら、熱いよね。いただきます。ございました。じゃ、早速、よしひろに、ご命令ください。馬を与えましょう。膝つき栗毛なんだ。質と作り毛はさすがにないよな。島津よしひろ。全能力プラス2。いいね。また強くなるぞ、我が良き弟が。かたじけない。で、木月に集まってるのが、2100。この2100だっけ？これ中津から岩屋城から。なるほど。まあ、解散して、戻って集結して出てくるっていう感じになるよね。だったら、中津、再びつく動き、見せますか。ついてこい。うん、これで様子を見ましょう。では、参りましょう。さあ、また荒れたね。ここに集まってんのが6100。ヨシヒロを、こう向けるとどうなる？覚悟はいいか。それでも、この軍は変わらない。ジョウンの隊は。じゃあ、ヨシヒロを木の枝に向けましょう。覚悟はいいか。これ集結まであとどんぐらい？ 11 日。ちょっと待って、11日で来るんでしょ？吉弘が、こう動くとどうなるんだ？止められんのかな、これ。まあ、行ってみよう。さあ、集まっちゃったね。6日後。行くぜ。これはもう訳がわからんな。ぐちゃぐちゃだ。待て、これ、ん？何がなんだかさっぱりわからん。こう向けるとどうなる？集結中になる。行くぜ。じゃあ、こう向けると振り返るな。進め。どうあってもこの隊が散らないね。そうか。9日なんだよな、9日。9日ならなんとかなりそうな気もするんだけどな。進め。落ちた落ちた。さあ、ホバックでドン。志賀近次、そして吉岡妙林、知略91か。これはお二方とも見逃しですね。やりました。いやー、落ちたか。だったら吉久は部分入場だね。2色入れましょう。で、一度帰ろうか。問題は吉弘の軍なんだよね。木月にめがけて進んでみましょう。で、これ、この朝倉一元が果たしてどう出るかっていうのがまあ一番大事なんですけれども、取り付くようだったら吉弘で救援に向かって、解散するだったらこのまま木月をつくっていう感じにしましょうか。来たね。そうか、じゃあ牢城で進めて、日の熊には吉弘を向けます。ついてこい。ぶつかってくるかな。ぶつかってこない。大丈夫だよね。で、あとは2色が
本丸で耐え抜いてくれればなんとかなるんだけど、まずは表情ですね。策がございます。今回は農軍でいきます。光った樺山義弘、どっちかな、年下。これにて表情を終える。農作業改革いきますか。竹束、取っとくか。いやでもな、攻撃力上げるやつ欲しいよな。ちょっと将軍を中心で上げなくちゃダメかもしれないね。じゃあ今回はセーブで。ゲチよ。さて、まあこれあとどれぐらい耐えられるかな。でも義弘が来るまでは耐えられんのか。これ22日もかかんの。え、じゃあこの辺から行った方がむしろ早い。早い、13日じゃん。合流するとして岡城、これで何日だ。22日一緒か。じゃあここは義久に任せてしまおう。で義弘は再び木付きに兵を向けます。でここでだよ、援軍でしょう。援軍を龍造寺に頼んで、ここ金銭2400か、安いもんよ。で柳川から兵を動かします。岩屋城じゃないな、絶対にな。秋月に、いやーどうしよう、あんまりでも兵がいないんだよね。秋月に行こう。3体5200で持って、これ止まってんの。わざわざ熊本城に来る必要ないでしょ。ここに集結し秋月に向かえばいいよね。進みます。出陣する。さあこれで動作が相当苦しくなるでしょう。では行きます。落ちるなよ。お、変わった。朝廷から使い、これは金余ってるし買っとこうね。さてでこれは木付きが戻った。だったら中津に向かいます。さあ秋月取り付き、包囲で71日結構かかりますね。そうだよね、救援の軍来てるけど、でもこの救援の軍は多分ここで激突できんじゃないかな。蹴散らせるはず。蹴散らせない。散って再合流したね。これで8500。義弘をじゃあ木の枝に向けましょう。さあどうする。さあ激突揺るがずだよね。揺るがず、お見事。負けはせぬ。で義久の軍が合流させます。ここに新郎8262。これでもって、まあ、止まってる。これで13日もかかんの、この移動で。え、じゃあどうしようかな。鷹取山に向けて動いてみるか。そうしよう。これでどう動くかだね。いきます。さあ滅んだのは大崎。まあ滅びるわな。さあまた動き変わったぞ。19000。これを義弘に叩くべきでしょう。いきましょう。五分五分だからね。そうすべきだよね。報告いたします。これ難しいな。ゲチよ。義久は木の枝に向けます。出陣するぞ。なんかまた出てくる君がちょっと変わってたな。これ集まって7900に変わってんだけど。じゃあこのまま義弘中津城でいいか。そうしましょう。どこでぶつかるかな。おっと、避けたぞ。なんだこれ、包囲で30日即日交渉だ。交渉しちゃいます。これ下ったらでかいな。家久、相性を信じましょう。総林と家久って相性いいんだ。へえ。全面解放でどうだ。よし、我らの勝ちよ。勝ちどきを上げ。これはでかいな。じゃあ義久が部分入場でもって2色を入れます。で合流。
ニーロね。これでそうだね、9000まで兵上げられるよね。で、ここを合流地点にして、ターラ隊を止める動きをしましょう。こう。これでバッチリ止まるでしょ。よし、あ、また動き変わったね。となると、ここが交渉に応じるんじゃない？応じないか。45日。でも、応じることになりそうだけどね。で、ここ、中津と木月が完全に孤立したんで、ヨシヒロン隊でポンポンと落とせるね。よし、いいですね。では、進めていきましょう。待機する。散ったぞ。さあ、中津取り付き。強行84日、水攻め73日。ま、金は随分あるから、水攻めにしましょう。そして、高取山に集まってるね。これは、ヨシヒサがここで睨みを利かせてると、高取山の軍は動けないから、このまんま放置でいいんじゃないかな。動いたぞ、それでも。いくつ ?9000 か。じゃあ、ヨシヒサを高取山に向けると、まあ、そうなるよね。五分五分。五分五分ならばいける。信じましょう。我らの将。これでも、本当に、大丈夫かな？あ、4200になってるね。そうか。じゃあ、戻ってるってことか。5200になったぞ。これ、ヨシヒサが立花山に兵を向けるとまた変わるんですよね。変わらない。お、信長包囲網結成だけど、名手として名乗り上げる？いや、あげませんけど。北条氏政が信長包囲網結成？なんじゃそら？ちょっと、すごいことあったね、今ね。報告いたします。そごうとの同盟あと1ヶ月。ご命令。これは、同盟延長一択でしょう。そごうさん、仲良くしましょう。12ヶ月。かしこまりました。毛利はまだ全然大丈夫だね。よし。で、気になる、信長包囲網ですよ。一体どのあたりが参戦してんのか。信長は、これか。すごいな、これ。これはすごいな。長宗我部、毛利、上杉、里見、北条、織田、芦名、むちゃくちゃだ。北まで安藤、そして南部。これはすごいな。足利義昭頑張ったね。いや、すごいな、これ本当に。すごいけど、まあ、中央のことは我らには関係ないんでね。まあ、我らは我らで、なすべきことをしましょう。参ったな。これ、ノートみたいぶつかることになるけど、まあ別に。いいか、それはそれで。じゃあ、このまま進めていきましょう。この心で総理が入る。キリシタン保護でしょ。キリシタン保護はでも戦には関係ないからね。さあ、ぶつかる。これはもう、指揮取らんでいいでしょ。さあ、どうなる？ああ、負けたか。まあ、しょうがないね。じゃあ、ヨシヒサの軍は、どうしよっかな。このまま秋月に向かうか、それとも、高取山を目指すか。高取山に行っちゃおうかな。進め。これでも本能寺が取れた。我らの勝ちよ。勝ちどころ。これノートみたいな犠牲は全く無駄ではなかったですね。よしよしよし。じゃあ、捕獲で、ドン！湯布これのぶ。武勇知略80超えてんじゃん。いらっしゃいませ。これでもこの辺の武将さ、もしかすっとイベントに関わってくるかもしれないっていうのが、ちょっと怖いよね。じゃあこれで、ヨシヒサ、また部分入場でもって、家ヒサを入れましょうか。で、合流。まあ当然、家ヒサを合流させます。兵が1万まで増えましたね。で、集結地点は、高取山にして、じゃあ、秋月城を襲ってしまいますか。これもしかしたら岩屋城の発生条件で、立花洞説が死んでないといけないかもしれないですね。だから、秋月城でとりあえず進軍止めます。そして、義弘は中津、木月を落として、
大友と講和、この2条に封じ込めるという形にしましょう。で、それでもイベントが起きないようだったら、イベントが起きるまでに長宗我部とことを構えるということにしましょうか。じゃあとりあえず秋月に向かいます。さあ長宗我部、そごうか。これは、いやこれ今このタイミングじゃないんだけどな。でもそごうに向かいましょう。で、長宗我部がどう兵を動かすかよ。待ってこれ、長宗我部に毛利が乗ってないか。これ、いやー待て、ややこしいことになったな。長宗我部に毛利が乗っかってるね。そうだよね、これだって小早川隆景、長宗我部軍に行ってるもんね。いやーややこしいことになったな。でも詐欺の森が手ぐすね引いて待ってるんですよ。うちも長宗我部に宣戦布告します。陣ブレを出せ、戦の支度をせよ。毛利はうちの同盟国なんで手引きましたね。いいですね。助立いたす。毛利がこちら、助立いたす。よしよし、これで祖豪も随分楽になるんじゃない。2万5000の2万8400のね、兵力の上では勝ってる。ただここ戦場上限すごいんだよな。3300でしょ。待てこれ、長宗我部7300になってない。これだ。いや、これは負けるな。そごう、普通に。そうか。まあまあ、だったらだってしょうがないね。とりあえず、うちは、詐欺の森に向かいます。この日のためにね、兵を練ってきたわけですから。28,000動かしすぎだよね。とりあえず、16,000で様子を見ましょう。集まってるのに今2万5000なんだよな。動かそうと思えば随分動かせるんだよね。それとも、須崎あたりを叩いて、切るっていうのも手かな。ね、このあたりをついて、切るのも手のような気がするよね。いや、まあいいや、とりあえず、詐欺の森向かいます。これで間違いなく動きが変わると思うんですけど、果たしてどうなるか。行きましょう。さあ元近、師匠知らずか。そうだね、うちも薩摩魂発動したいな。さあ船乗り清水と浮田直家、これはさすがに兵力差を持って清水でしょう。まあそうだよね。さあ水攻めが入る。これで中津は風前の灯火ですね。交渉できんかなこのタイミングで。できる、できるけど即時交渉じゃないね。そうか。で、こちら。薩摩魂、打てないか。しょうがない、それはね。この長宗我部と祖豪の戦がほぼほぼ長宗我部の勝ちだから、そっからだよね。そっからガツンと押されちゃうととんでもないことになるけど、どうかな。志さあ、元近さらに吠える。農兵青年かな。終えられるな。猛攻号令か。詐欺の漏れすっと取れるといいけど、さあ、秋月に取り付き、包囲で43日。いいですね。行きましょう。交渉はなしか。援軍出てんのか、じゃあ。出てないし、出してたとしても別に怖くもないと。さあ、ん？何がどうなった今。でも、場外決戦になってるから、それはすごくありがたい。台風が来るけど、板で抑えられたと。あ、しまった！ちょっと待って、そごうと同盟、これより延長の使者出してないわ。忘れてた、すっかり忘れてた。で今回からちょっと将軍でいきます。光った家久義弘俊久、これにて表情を終える。聖足軽か、取っておこう。でポイントはセーブします。ゲチよ。そうかそうかそうか、そごうと延長。ん？届いてないのか、使者が。なるほどね。じゃあまあ、届きゃ、延長同盟できるから問題はないでしょう。で、山田有信、詐欺の森で場外決戦なんですけど、ここは全く問題ないよね。だから、詐欺の森叩いて、野島に行くっていう感じで、
いいかな。いや、それとも野島はむしろ毛利に任せちゃいたいぐらいだな。そうしようか。毛利に援軍を頼めない。そうか。まあ、確かに信長包囲網に参戦してるし、浮田と戦してるからその余裕はないよね。まあしょうがない、そればっかりは。さあ、ということで今回北への攻勢を強め、大友家を封じ込めることに成功しました。そしていよいよ始まりました、四国の覇権をかけた対長宗我部戦。果たしてこちらどうなりますことやら。といったところで今宵はこれまでにいたしとうござりまする。この動画楽しんでいただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。